かれこれ、15年前くらいになるか。あれは本当に嫌な思いをした。そう話を切り出したのは、ヤクザかおまけのコワモテ社長こと角田さん。角田さんは解体業の会社を経営しており、自身も現場監督として第一線で働いている。会社といっても個人事業主みたいなもんだからな、自分が動かないと現場が回らないんだよ。豪快に笑いながら、10ジョッキのビールを飲み干す。そんな豪快な角田さんとは、知人の行きつけの居酒屋で知り合った。何度か顔を合わせるうちに顔馴染みになり、私が怖い話を集めていると知った角田さんがこの話をしてくれることになったのだ。角田さんは飲み干したジョッキをテーブルに置いた後、腕を組みながら話を始めた。とある一軒家の解体依頼が来たんだけどよ。その依頼は知り合いの不動産業者からだった。付き合いは古く、いつものようにまずは見積もりを頼まれた。へ、現地に行くから場所教えてよ。早速角田さんは不動産屋からの情報をもとに現地へと向かった。そこは閑静な住宅街の外れに位置しており、比較的静かな場所だったという。綺麗な一軒家でさ、あら大手のハウスメーカーでかなり金をかけた家だったと思う。依頼のあった住宅は、白い2階建ての一軒家。解体と聞いていたから古い家かと思いきや、築年数が浅そうな物件だった。外構も立派で一面を加工洋風な外壁に大きな門扉、庭は一風変わった独特なアプローチが施されている。庭には大きなウッドデッキもあり、家屋だけでなく外構にも相当お金を使ったであろうことが見て取れた。しかし、天然芝は手入れがされておらず、雑草とともに伸び放題。数年は空き家になっているであろう見てくれであったが、簡単なリフォームでまだまだ人が住める状態に見えたそうだ。物件見てきたよ。あれ、取り壊すのかい？あれなら売れるだろ、もったいない。現地からの帰り道、不動産屋に物件の見積もり報告をするために連絡を入れた。角ちゃん、それでいくらくらいで請け負ってくれる？角田さんの質問に答えるより先に、不動産屋は答えを急いだ。請求な反応に少し戸惑いながら話を進める。そうだな、あの敷地の広さと家のでかさ考えたら最低350万は欲しいな。無理は承知でなんとか200万くらいでやってくれないか。200万そりゃいくらなんでも厳しいよ。家財道具なんかも込みだろ。そうなるとどんなに安くても300万は。それじゃ250万、250万で頼むよ。提示された金額に断ろうかと思ったが、いつになく必死な感じに何か訳ありと踏んで。わかった。いいよ、それでやろうじゃないか。福田さんには何かと仕事回してもらっているし、たまにはその恩返ししないと罰が当たるってもんだ。角ちゃん本当に申し訳ない。いいよいいよ。でもさ、福田さんが値切るにはそれなりの理由があるんだろ。野暮な質問というのは重々承知の上で聞くけどさ、その理由っていうのを教えてくれないか。福田さんについてはお分かりだろうと思うが、念のため不動産屋の社長と説明しておく。福田案件に関しては独自の相場があるという。もちろん一般的な相場があるのだが、付き合いが長いこともあり、大体福田さんならこれくらいの金額でやってくれ、というような金額が感覚でわかるらしい。だからこそ今回、ここ数年は全くなかった金額交渉をしてきたことに驚いたという。角ちゃんを騙したみたいになっちゃうんだけどさ。受け負ってくれたら説明はするつもりでいたんだけど。いや、本当は見積もり依頼した時点で話さなきゃいけなかったんだけど、実はさ、何年か前にあっただろ。一家皆殺しがあったあれだよあれ。ああ。あ、思い出した。あれか。結構ニュースにもなっただろ。あの事件があった家なんだよ。あれ？というのは角田さんの地元で起きた一家殺人事件である。一家の主が出張中に、妻と二人の子供が殺害されたという痛ましい事件が過去あった。確か。旦那が出張中に強盗目的で押し入った犯人に残った家族が皆殺しにされた事件だっけか？そうそう。夫婦仲があまりよろしくなかったとかそんな理由で、最初旦那が疑われたんだよな。それそれ。うちの従業員たちも旦那が犯人だと騒いでいたっけな。そういうのやめろって言ったらネットでもそういう風に騒がれてるって言っててさ。俺はさ、ネットなんか見ないからそのあたりわからんけど、結局犯人は別のやつだったんだよな。前科持ちのやつが犯人でさ。しかも前も強盗やってたやつ。二
福田さんの言う通り、犯人は前科のある人間だった。空き巣を繰り返していたが、被害者宅を見て金持ちと思ったことから犯行に及んだという。事件当日、押し入った犯人は妻と子供たちを拘束した。しかし旦那の姿が見えなかったことから、逃げられたと思い逆上した犯人は妻と子供たちを殺害。翌日に家族と連絡がつかないと、早めに出張を切り上げてきた旦那がその惨状を目の当たりにして通報。その数ヶ月後に別件で逮捕された犯人がその事件について自供した。詳細は省くが、犯人は突発的な犯行で殺意は否定したものの、計画性があることと悪質な犯行から死刑が確定している。それで、依頼主っていうのがさ、その生き残った旦那さんなんだよ。実は事件の数年前に、例の家を建てる際に土地探しをしたことがあった。土地探しだけでなく、住宅ローン関係などのアドバイスもしたそうで、それゆえか今度は処分したいと相談があったという。タミヤさんって言うんだけどさ、さっきツノちゃんもまだ売れるだろって聞いてきただろ。俺も同じ話をしたんだよ。でもさ、本人が思い出の家に自分たち以外の誰かが住んでいるなんて耐えられないって言うんだ。そりゃそうだよな。だから本人の希望通りにさら地にして売ることにしたんだよ。あそこ、立地はいいだろ。売るとなればさら地だったらわけありでもすぐに売れるからね。なるほど。そういうわけか。タミヤさん、一度事務所に来たんだけど見るからに金なさそうで。解体費用はだいたい300から400万かかるって話をしたんだよ。そしたらなんとか用意できるのが250万っていうからさ。ごめんな、ツノちゃん。これじゃ泣き落としみたいになっちゃうよな。それを聞いて角田さんも納得した。腑に落ちた感じがして、逆に人助けをしなきゃという気持ちになったそうで、当初の提案額の200万で請け負うことにした。まあ正直利益なんか出ないよ。俺の仕事はただ壊すだけどさ、それが人助けになるのであればと思って請け負うことにしたんだ。その一週間後、例の現場にて福田さんとタミヤさんと打ち合った。解体に際していろいろと確認する事項があったからだ。解体すると言ってもいきなり元気でバキバキと壊すわけではない。事前に建物や土地について確認したり、敷地に面した道幅や輪郭との距離を測ったりといろいろとあるらしい。今回に関しては家財道具は一式処分してほしいとの要望から、一切合切を解体する旨を伝えた。また、事件のこともあり地鎮祭や解体払いを行うかどうかの確認も行ったが、タミヤさんはそれを断った。本当はことがことだっただけに、地鎮祭の類はやってほしかったんだけどな。でもこっちとしては無理強いできないし、そのまま進めることにしたんだ。家屋内部の実地調査を行ったが、事件当時のままになっているかと思いきや、綺麗に片付けられていた。警察の現場検証が終わった後、タミヤさんが一人で片付けたそうだ。本当は家に入るのも嫌なんですよね。リビングで角田さんたちに背を向けたタミヤさんがぽつりとつぶやいたのが、妙に印象に残っているという。そうして契約を結び、日程の調整を行った。立ち会いから1ヶ月後にいよいよ解体することが決まった。解体というといきなり重機を入れる印象があると思うがそうではないという。私も知らなかったが、まずは手作業で設備や内装材を取り外したりすることから始まる。家電や家財道具もこの時点で撤去するようで、いろいろな法律の縛りから分別解体しなければならないことを教えていただいた。解体作業が始まると、初日からタミヤさんがその作業を始まりから終わりまで、ずっと眺めていた。角田さんも撤去物の搬出などがあることから危ないことを伝えたが、その都度場所を変えてはその様子を眺めていたという。話の中でさ、夫婦仲がうまくいっていなかったことは言っていたよ。ただそれも事件が起きるほんの少し前のことで、基本的にはうまくいってたらしい。子供も素直でいい子たちだったとタミヤさんは言っていた。家族が幸せになれるようにと、希望を持って建てたとも言っていた。その気持ちを考えると本当にやるせなかったな。そうしていよいよ重機の出番となった頃、角田さんはいつものように作業を眺めているタミヤさんを見つけると、家屋の解体を始めることを伝えた。いよいよ、家がなくなるんですね。タミヤさんが寂しそうに思い出が詰まった家を眺めていた。かける言葉も見つからず、角田さんは一礼して作業に戻る。若い従業員が乗るバックホーが家屋の取り壊しを始めようとしていた。アームが上がりバケットが家屋2階部分をバキバキと壊し始める。これまでいろんな解体現場に携わってきたけどさ、こう、
心が締め付けられるようなそんな思いをしたのは初めてだったな。そんな思いで解体作業を見守りながら、家屋の約半分ほど解体が進んだ時だった。うわー。背後から絶叫が響いた。その声に振り向くとタミヤさんが、すごい勢いで家屋に向かって走っていた。タミヤさん、危ねえよ。静止する角田さんの言葉が聞こえないのか、そのまま家屋の中へとタミヤさんは姿を消した。タミヤさんが家屋に入ったにもかかわらず、バックホーの解体作業が止まる気配はない。おい、止めろ止めろ、止めろって。角田さんは従業員にバックホーを止めるよう促した。エンジン音で聞こえないのか、従業員はなかなか作業を止めない。バカ野郎、人が入っただろう。止めろって言ってんだよ。思い切り怒鳴りつけて、ようやく従業員は角田さんの言葉に気づいた。社長、どうかしたんですか？どうかじゃねえだろ。人が家ん中に入っていっただろう。え、マジっすか？マジで気づかなかったです。気づかなかったじゃねえよ。エンジン切って降りてこい。運転していた従業員を怒鳴りつけ、周りの従業員を集めて家屋に近づく。家屋は文字通り半壊しており、その中でタミヤさんが巻き込まれていないことを祈らざるを得なかった。タミヤさん、おい、タミヤさん、無事か？無事なら返事してくれ。祈る思いで大声で呼びかけるが返答はない。何度も呼びかける角田さんに他の従業員が声をかけてきた。社長、いきなりどうかしたんですか？さっきここの人が叫び声上げながら家に飛び込んだだろ。え？いや、自分見てないです。その従業員の一言を皮切りに、誰もが戸惑いの声を上げた。自分も見ていないと。お前ら、こんだけいて誰も見てないわけないだろ。今日、作業始めた時からずっと入り口のところで見ていた人がいたよな。その人だよその人。そんな人いました。今日だけじゃなくてさ、解体始めてからずっと様子見ていた人だよ。社長、怖いこと言わないでくださいよ。そんな人、いませんよ。そこにいた従業員全員がタミヤさんを見ていないと言い切った。その時全身に悪寒が走ったね。今までずっとその様子を見ていたタミヤさんをうちの従業員が誰も見ていないって言うんだよ。俺がたまに話しかけていただろ？って聞いたらさ、たまに社長が敷地外にフラッと出て行ったなくらいにしか思っていなかったって。みんなそう言うんだよ。俺がたまに話しかけていただろ？って聞いたらさ、たまに社長が敷地外にフラッと出て行ったなくらいにしか思っていなかったって。みんなそう言うんだよ。その状況に角田さんは戸惑いながらも念のため警察と救急へ連絡をした。家の解体作業に住人が巻き込まれた可能性があると通報をしたのだ。すぐに警察と救急、消防もやってきた。現場で起きたことを角田さんは事細かに説明をした。警官と消防隊員が半壊になった家に近づいて様子を伺っていた。到着から30分くらいしてかな、年配の警察官に呼ばれたんだよ。それで家に入っていったという人物について聞かれたから、俺はこの家の住人の谷屋さんだと伝えた。すると怪訝な顔をしているんだよ、その警官がさ。その時におかしいなぁ。とは思った。そしたらさ、その警官が言いづらそうに説明を始めたんだよ。あなたを疑うわけじゃないんだけど。で前置きをした後に、ここの家主の谷屋さんですが、3週間ほど前に自殺されているんです。で、だから人違いじゃないんですか？って言われたんだけどさ、それ聞いて俺も頭真っ白になって。警察の説明ではなくなったことは伝えられたが、詳しい内容までは教えてくれなかった。後日知ったことだが、タミヤさんは近くの雑木林で首を吊っていたそうだ。この話は福田さんも知らなかったらしく、契約の後すぐに亡くなっていたことが分かった。福田さんも一度だけ解体現場に来たんだよ。その時にタミヤさんと少し話をしている。タミヤさんの姿を見たのは俺と福田さんだけなんだけどさ。その時俺たちは普通に会話していたんだぜ。あれが幽霊だなんて今でも信じられないよ。そこまで聞いて、私は下賤な話だが解体代金はどうなったか？を聞いた。代金は契約後すぐに振り込まれており、取りっぱぐれはなかったとタミヤさんに感謝していた。俺もいろんな解体現場に携わってきたけどよ、これほど後味の悪い現場は初めてだったよ。もちろん経緯が経緯だけにさ、そういうのもあったんだけど。何より、一緒に現地調査した時のタミヤさんの表情が忘れられない。家族を思い続けているのが伝わってきたしさ。言ってたよ、もしあの日に出張に行ってなかったら、
とかそんな後悔の言葉を口にしていたっけ。家に入るのも嫌だって言ってた人がさ、最後は思い出の家と一緒に。って思ったんだろうな。それとさ、福田さんに聞いた話だけど、タミヤさんは家族が亡くなった後もずっとあの家のローンを支払っていたんだって。自身は仕事も辞めてどうやってお金を工面していたのかはわからないが、せめて家だけでも残そうと思ったんじゃないかって。でもそれも立ち行かなくなったんだろうな。死んだ時にかなりの借金を抱えていたらしい。行き詰まっていろいろどうにもならなくなったんじゃないかって言ってたよ。話を得た角田さんが寂しそうな表情を浮かべていたのが印象的だった。後日談として、その土地は更地になった後、大手ハウスメーカーの建て売りが4棟だった。人気エリアの外れということで、少々値段は安めだったこともありあっという間に完売になったそうだ。地元の人間は、あんなところ、と敬遠したが、事情を知らない人にとっては魅力的だったようである。が、完成間もなく4棟すべて埋まったが1年も経たないうちに2棟が売りに出された。その後すぐに買い手がついたものの、その人も1年経たずに引っ越していった。当初買った4棟のうち、1棟だけが住み続けているそうであるが、現在4棟のうち2棟が空き家となっている。福田さん曰く、もしかするとタミヤさん云々ではなく、あの土地自体に何かあるかもと言っていたそうだ。俺たち解体をやっている人間のほとんどは、意外と地震災とかそういうの気にするのよ。やっぱり何かあったら怖いし、実際そういうの甘く見ていたい目に遭っているなんていう同業者は5万といるからさ。幸い今回の件では、そういった事故はなかったけどな。まあ、あんたも怖い話とか好きならそういうのはちゃんと覚えておいた方がいいぞ。角田さんはそう言って話を締めくくった。